ここは和歌山県磯の浦、扇風機の羽を飛ばしてみよう。その扇風機はこちら。この羽の部分にネイチャーテクノロジーが利用されてます。この部分がアサギマダラという蝶々の羽の形を真似てるんです。羽が透明で見にくいのでラッカーを塗っていきます。投げていただくのはこの方、キックゴルフ日本チャンピオン菊池哲也選手です。飛びましたね。そうですね、ありがとうございます。でも実際今回投げていただくのは、はい、こちらなんです。これははい、頑張ってやってみます。ノーマー、難しいんです。すごく難しいんです。ノーマルの羽が10メートル、ネイチャーテクノロジーの羽が16メートル。ありがとうございました。ありがとうございました。結構石投げてるのとあんまり変わんない感じですよね。すごい。ネイチャー